ここはね、ロゼッタの操作プラスね、手を操作しないといけないからね、ちょっと難しめなステージになっています。まあ、極力ね、ダッシュはね、残しつつやっていきたいなって思います。その方が早いからね。で、ここ一つ目の鍵あるんで、もらってって、ここはボールもらって、置いていきます。で、ボールを回っていきましょう。で、この先、ファイアブロスいるんで、このファイアブロス、ボールで倒して、この奥の鍵を取る。OK。で、ボールいるんですよね。で、ボールもらって、ここに入れて、トゲ壊して、グリーンスターを取る。で、ここは、開けます。このタイミングで開ける。で、すぐ帰る。OK。じゃないと、トゲに当たるよね。で、これはこの辺止まって、で、叩く。で、鍵取る。OK。いい。めっちゃいい。めっちゃいい。ここまで、これ成功するまで、25分かかってます。で、ここグリーンスター。頑張ろう。これ取ります。むずいよね、これも。で、3、4、5枚、6、7、8で、ここ一回逃げないとね、当たるよね、あいつに。だから一旦逃げます。で、ここはまた叩くやつがあるんで、これ叩いたら、まあ、ボックス出てくるんで、このボックスに入っていきます。OK! で、こうグリーンスターあるんで、このグリーンスターを取っていきます。で、帰ります。で、あとは、ここロゼッタじゃないとね、このてっぺんね、一気に登れないっていう。じゃあお疲れ様でしたね。バイバーイ。